はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、ミケたん。はい、氏名はミケたんでございますね。かわいいですね。この手。はい。ぽーですね。ぽー。はい。はい。えー、なんというかね。えー、皆さんどうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。えー、この記事ね、えー、天気ジップさんですね。JP さん。はい、気象庁ですね。えー、言い始めました。さすがに言い始めました。 はい、気象庁が言い始めましたよ。はい、えー、今朝言ってたことですね、私が。はい、えー、地震に対する備えを見直しましょうって言い始めました。はい、えー、今朝のね、えー、私ね、あのー、あのー、なんて言うのかな、えー、ちゃんとね、えー、自分の住んでるところが安全かどうか確かめてね、えー、そうじゃない人は、あ、さっさとね、 お引っ越ししたい方がいいですよと、安全じゃない方はね。えそういう話をしたらあ、まあ、一気に登録者が減りました <laughs> あ。まあ、聞きたくないんでしょうね。そういうこと、気持ちはわかります。でもね、めんどくさがってたら、ダメですよ。はい。えめんどくさいっていう気持ちが重要なのか、それとも自分の命が大事なのか。はい。二尺択一でございます。 そういうことです。ええー、まあね、知り合いに、まあ、最近沖縄に引っ越して来られた方がいるんですけど、その方、あの、関東の方でした。はい。売ったそうです。ご自宅を。はい。まあ、そういうことなんですよ。えめんどくさがらずにやればできるんです。で、気象庁がなんでこういうことを言い出したか。はい。 地震に対する見直しをしましょうと。なんで言い出したか。なんと、増えてるんですよ、日本で。揺れが。しかも大きいのがです。どういうことかと申しますとね、この記事によりますと、1週間で震度、震度1以上が46回ありましたと。まあ、震度1ぐらいだから大したことないよね、別に。って言ってる方。 はい。なんと、震度3以上が、この1週間で7回もあったんですよ、そのうちに。はい。震度以上1以上が46回で、そのうち震度3以上が7回でございます。そして、これがね、この震度3以上っていうのが4日連続で起きてます。そのうちの、 一つは、震度5です。もう頻発してます。今までと違います。今まではね、まあ震度1とか2とかいうのがね、まあちっちゃい揺れがいっぱい起きてたんだけど、震度3以上ってなかなかなかったんですよ。はい。それがですね、えー、震度3以上が、 なんと4日連続で起きちゃってるんですよ。お分かりになりますでしょうかね。この辺全く過去と違いますよということなんです。なんで、えー、天気 JP さんですね。これ気象庁がやってるんですね、確か。はい。気象庁が言い出してるんですよ。地震に対する備えを見直してくださいと。その備えの中にはね、もちろんこう備蓄のこともありますよ。はい。 え、まあ、本当に危なくないところは、まあ、備蓄だけで、まあ、全然大丈夫でしょう。震源地になりそうじゃないところはね。はい。備蓄だけで、まあ、大丈夫なところもありますよね。えー、まあ、ここら辺は自治体のね、えー、ホームページを見て、大きな地震が来たら、危ないところっていうのは、もう出てますから。あはは。はい。東京でもありますよね。海抜ゼロメートル地域とか、 あと、まあ、言ってみれば、埋め立て地ですね。はい。えー、液状化しやすいところです。こういうところに住んでる方は、もうね、あと、周りに化学工場があるのもちょっとダメですね。あと、まあ、なんて言うのかな。えー、これは、波、大きな波が来たらの話ですけど、原発付近もちょっと危ないですね。大きな波が来なければね、えー、のパッツンさんは大丈夫だと思うんですけど、大きな波が来ちゃったら、 まあ、ちょっと危ないんでね。こういうところを避けて、えー、避けたところに住んでる方だったらもう全然、まあ、備蓄だけで大丈夫だと思います。はい。まあ、そういうことなんですよ。お分かりになりますよね。なんで気象庁がこういうことを言い出してるのか。はい。地震に対する備えを見直しましょうと言ってます。 頻発してます。結構大きな地震が。バカにしちゃいけませんよ。古代の予言。はい。そういうふうになってるんですよ。統計的に見てそういう年回りなんですよ。なので、よーく自分が今住んでる地域が、 海抜ゼロメートルとかね、えー、そういうところでないかどうか調べてください。でもしそういった危ない地域に住んでいたらね、まあ、いくつか当てはまるね、危ない地域に住んでいたら、まあ、本当にあのー、同じ県内とか、まあ、同じ都内でもね、比較的安全なところがあるんで、引っ越しすればいいだけの話ですよ。面倒がってたら、取られちゃいます。いろんなものを。 失います。わかりますよね。なんで、面倒がるということは、一番禁物でございます。はい。そういうことでございます。まあね、気象庁が言ってるんの、言ってることなのでね、もう言い出しました。はい。言い出しました。 言い出しているっていうことはどういうことかわかりますよね。今後もっともっと大きいのが来ますよっていうことです。はい。えー、地震に対する備えを見直しましょうって言い出したんですよ。これ、ことの重大さ加減分かってない方が多すぎです。はい。重大です。なんで、えー、まあ、見直してください。本当に。はい。 今住んでいるところが安全かどうかも含めてです。まあ今年は来ますよ。本当に今年来年、この2年間はね。なので、もう本当ここら辺は考えて行動しないといけません。一人一人がやるべきことです。他の誰かに頼ることではございません。はい。 自分の判断自分の行動がねその後のその人の命運を左右いたしますまあこれはね本当に一人一人の判断なんで誰か他のせい他の人のせいにはできませんはい頑張りましょう自分でやりましょうで、えー、まあね安全まあ比較的安全なところに住んでる方はあまあ備蓄だけね 見直せばいいと思います。あとはね、えー、まあ、調理する、えー、何かね、電気とかがなか、なくなった時に調理できるような、あそういったね、えー、設備も整えておいてください。まあ、あとトイレですね。そういうことでございます。もう本当にね、これ気をつけないとダメですよ。人ごとじゃございません。えー、とんでもないことが日本で起きてます。はい。 4日連続です。はい。4日連続で大きな揺れが起きてます。日本でも。なので、皆さん本当に注意してください。よろしくお願いいたします。見直しましょう。えー、それでは、あ皆さんね、今日も一日お付き合いいただき、ありがとうございました。そしてまた明日も皆さんの元気なお顔を見るのを楽しみにしております。 本当に一人一人が頑張って対策すると失われるものは少なくて済みます。はい。そういうことでございます。こちらの記事も貼っておきますので、皆さん、どうぞ見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでございました。あーい、見けた。ねえ。見たのおてってですね。かわいいですね。 あら、お顔も可愛い,いですよね。こんな感じに出しよう。えー